I am running for you。 写真家米美智子です。今日は私がよく使っている、漢字機ですね、和漢とも言いますね、それと、このチェーンスパイクですね、そちらのご紹介をしたいと思います。とっても付け方が簡単ですので、今日はこの付け方を、ご紹介したいと思います。ちょっとこれからね試してみようかなという方の参考になれば嬉しいです。じゃあつけてみます。いつもこれを使ってます。スノシューも使うときあるんですけど、漢字機の方が撮影中は小回りが効くのと、あとバックするとスノシュー転んじゃうんですね。でこれだとバックしても大丈夫で、私はほとんど、樹氷の撮影とか、雪の撮影のときはこれを使っています。ではこれの付け方ですね、すごい簡単なので、種類によって若干は違いますけど、ほとんど同じなので見てみてください。これも本当に簡単です。こういう風にこっちが前でこっちが後ろです。で留め金が足の外側に来るように、この左右だけ間違えないようにしてください。で乗っけます。だいたいこれがあんまり前に行っちゃうとダメなので、まあ、この辺です。ここにだいたい輪っかが来るぐらいで、後ろがここに来る感じ。ここの調節は各自足のサイズ、靴のサイズに合わせて、でここから前にクロスをさせて、でここはクロスをさせて、で後ろにもこれはあるので、ちょっとタイプがいろいろあるんですけど、クロスをさせますね。でギュッと、もう絶対ずれないよ、最初大事です。ここからここ、それからここで、ここギュッと締めちゃうと、ここが通らなく、紐が通らなくなるときあるので、今あえてゆるく全体をまず通しちゃいました。で後ろですね、グッとやって、でよいしょ、緩みがないということを確認したら、最後にこの留め金のところですね、よいしょ、ここでこうして、でこのギザギザをこっちにポチンとやると緩まないので、でこうやって、まあいろいろやり方はあるんでしょうけど、私はこのままビッと通しちゃって、でよいしょ、どっかにぐるぐる巻いて、ちょっと紐が長いので、どっか入るところにどんどんぐるぐる入れて、紐が長いと自分の紐を踏んづけちゃうので、ほどけないようにぐる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 とやって、よいしょ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 ですね。最後ここ一本としてもいいと思います。こんな感じで、出来上がりです。よいしょ、こうして、はい、でこっち側に留め金という感じです。チェーンスパイクですね、その時の氷とか雪の状態で、アイゼンだったり軽アイゼンだったりチェーンスパイクだったりっていうのを、使い分けてるんですけれども、これの付け方なんかも簡単ですから、使ったことない方、ぜひ見てみてください。はい、チェーンスパイクですね、前と後ろがあります。こっちが前ですね、こういうなんかこういうのがついてるんです。後ろは、こうやってグッと引っ張れるように、なってて、こうちっちゃいですけどいっぱい爪がついてます。とっても簡単です。こう雪とかは落とした方がいいんですけど、前から入れて、で後ろのさっきのところをギュッと引っ張って、よいしょ、これで以上とっても、簡単なんですけれども、アイゼンをつけるほどじゃない時でも、すごくコンパクトになるので、これは一つザックに入れとくと雪とか氷の撮影の時は安心だと思います。でここの部分が結構きついんですね。で私前は M サイズを使ってたんですけど、ちょっと靴を新しくして、それがちょっと大きくなったので、 M サイズだと
ゴムがこれ硬くてなかなか伸びなくてつけるのが辛いので、これは、今度 L サイズを買いました。 M と L と書いてあるのかな。 L サイズで、もう外れたりとかは今までしたことがないです。つけやすくなったので、靴が大きい場合は女性でも L サイズの方が、いいかもしれないですね。男性は M だとつかないと思います。かなり、ここのゴムが硬いので、その辺だけサイズ選びだけはしっかりするといいと思います。You to know.